Ochia Yuri, 24 years old, who moved to Australia a year ago, also enthuses about the pleasantness of something back home. Ochia Yuri, 24歳は1年前にオーストラリアに移ったんだけれども、また、enthuses, 熱っぽく語る、バックホーム、日本に国に帰ったとことの何かのいくつかの国に帰ったことについてのプレゼントです。楽しさについて熱っぽく語る。Everything in Japan is orderly and well maintained. 日本のすべてが秩序だっていてよく維持され管理されている。The train always come on time and customer service is great.列車はいつも時間通りに来て、顧客サービスは素晴らしい。But she no longer considers returning to her old job in Tokyo. Waiting tables on a miserable income a serious option. はい、これは、最後の文章。はい、紙木戸君訳して。この最後の文章。But she no longer considers returning to her old job in Tokyo, waiting tables on a miserable income, a serious option. はい、訳して、神木戸君。あ、すみません、ミュートになってました。しかし彼女は東京での昔の仕事にもはや戻りたいと考えてない、waiting table on aミゼラブルインカム、ミゼラブルって悲観的な、ひどい、うん、ひどい。ひどい、ひどい賃金テーブルが待ってるから。あ、違う違う違う。下役、役書いたりしたね、ウェイテーブル。ごめんなさい、ウェイトって、待つじゃなくて。うん、食事を、給仕する。あ、ごめんなさい、食事の、テーブルでウェイトレスあ、ウェイティングテーブルスオン、そうか、東京での仕事があのウェイトレスをするっていう、うん、ウェイティングテーブルってウェイトレスをするということ。あ、東京での仕事が、ウェイトレスで、賃金がめちゃめちゃ安かったと、悲観的なほど安かった、シリアスオプションってなんですか、シリアここがわかんねえな。うん、それが一番大事だと思う。シリアスオプションって何？シリアスオプション、シリアス、真剣な選択。おう、その通り。真剣な選択。うん。真剣な選択って何の選択ですかこれ？だから要するに、だからもう東京での仕事には戻りませんっていうのは真剣な選択だって。あ、そう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 。ああ、理解しました。そう、そういうことです。そういうことです。このね、これが文章のポイントなんだよね。英語って難しいよね。なるほど。ああ、なるほど。なるほどでしょ？はい。これでもあれ。お金貯まってないって話出てきてたじゃないですか。うん。予算稼いで予算出ていくから結局あんまり貯まってませんみたいな。いや、だからさ、例えば彼女がさ、賃金3倍ぐらいもらっててさ、はい、普通のレストラン行ったら全然貯まんないんだよね。あ、そうでしょうね。うん、だから日本人はやっぱお金貯めるにはさ、割引になった夜のスーパーに行って買い物したりね、自炊したりしなきゃ絶対お金たまんないんだよね。はい。日本だってそうじゃない？僕なんか、はい、最近はあんまり食事の量を減らしてっから金かかんないけどさ、前は5時とか7時過ぎると、7時過ぎたら半額になったりするから、そうするとお金かかんだよね。うん。アメリカでもそうだよね。だから寿司屋行ったりさ、ステーキハウス行ったら金たまんないよね。
そうですようね。ん。それはそうだと思いますが、これ続きあるんですか？この記事の。ない、これで終わり。ちょっといつも思うんですけど、今、パウエルが賃金インフレを抑えようと金利上げてるじゃないですか。ガン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 。いや、パウエルってアメリカの、FRB の長官。パウエルさん、金利上げ、賃金インフレ、まあ、インフレを抑えようっていう話で金利上げてて、原因が賃金インフレもあるっていう話で、結イン局、フレの話はね、また別でね、これは何回も僕は取り上げてきたんだけどね、もともとインフレってなんで起こったかというとね、トランプとバイデンがね、スティミュラスって景気刺激策で何兆ドルもばらまいて、今2兆ドル貯金持ってんだよ、国民が。それが一つね、だから要するに、リマンドをものすごく増やしちゃったのね。で、それともう一つは、サプライチェーンがね、コロナでものすごい停滞しちゃって、一時4倍ぐらい値上がったんだよね。この2つが原因でね、インフレ起こったんだよ。だからそれはね、もともと、だから、時間が経てばその2兆ドルもみんな国民が使うだろうし、今サプライチェーンなんかもう大体値段下がったんだよね。だリマンドが収まって、需要に対するリマンドも下がればインフレ収まるんだよね。だからそんな深刻なね、なんていうか、インフレ、景気停滞じゃないんだよね。スタグネーションもそんな今深は刻。そうですよね、そういう見通しになってますだよから僕ね。はだから半年くらいで収まると見てんだけど、今回のスタグネーションは。で、それに加えてね、中国が今、コロナ全部やめちゃったでしょ。だから、彼らが景気回復するから、ただ一方で心配なのは、彼らが景気回復すると、天然ガスとガソリン価格が値上がるとまたインフレになっちゃうよね。そうですね。その心配もちょっとあるんだけどね。だからそういう意味では、でもそう経済が今年はあんまり混乱しないなと僕は思ってるんですよね。そう心配してないな、経済はね。ただ一番心配はね、ウクライナが本当にセトルできるかどうかってね、できないんじゃないかと思うんだよね。レオパードをいくら上げても。意外とロシアがまだ力持ってんじゃないかな。わかんないけど。ウクライナはキーだよね。経済、アメリカのスタグネーションとか今インフレってのは割かし大きな深刻な要素じゃない。で、労働需要が今高いんでね、それはもうそんなにひどくはなくなるんじゃないかなと思ってる。だから問題は、ヨーロッパの例えば天然ガス価格が暴騰するとかね、電力料金暴騰するとか、それウクライナ戦争による影響で、そっちの方が大きな要素かもしれないな。そうっすね。真田君いいかなと質問なんかある？いえ、面白い今日は記事だったと思います。ありがとうございました。神木戸君あと何かある？どうなんでしょうね。これ、日本で、日どうなんで本？しょうね。どんどん出ていくのは出ていくっていう話はあるのかもしれないです日本けがで、ど。日本では出ていくかって？俺はあんまり出ていって、日本人って意外と若い人も海外出ていかないんじゃないの？日どっ本人っちての方結が、構保守的だよね。英語もできないし。そうっすまあ、ね。確かに今のさ、今の留学の倍ぐらいにはなるかもしれないよ。で、倍になっても大した数じゃ、数じゃないよね。宇野さん、どっちの方が金貯まると思います？この12月、アメリカ行ってコスパ悪いなっていうのはすごく実感したんですけれど。それはね、海外出てね、生活に質素に暮らしたら金絶対貯まるよ。絶日対本貯にいまて海外の仕事を受けれた方が金る。貯そまりゃるそうのだかよ、そりなゃとそうだよ。か。今はさ、ズームがあるからさ、海外の仕事を受けて、日本で仕事したら金貯まるよ。アウトバウンドよりもインバウンドで仕事引っ張ってこれた方が、オンライン上で仕事できた時だったら金貯まるような気がするんですけど、そりゃそうだよ。どうしたもんかなって。まあ、それがみんなできないから、僕もできないですけど。たださ、IT って僕ね、よくわかんないんだけど、Python 一生懸命勉強したけど、もう Python 勉強する必要ないよね、今のチャットボートできちゃっ昨た日から。フェイスブック書かれてましたね。だから、あれね、チャット GPT も
まだ完璧じゃないんですよ、やっぱり。ああ、そうそうそう。だけどさ、ちょっとテコ入れられるとか。だけどさ、いや、だけどさ、なんだっけ、映像作るのなんて言ったっけ？チャット GTP じゃなくて。何でしたっけ？あれすごいよね。あれ NFT なんかでも全然できちゃうし、金になると思うんだよね。だから、どういうふうにさ、僕、海外で仕事するよりも、IT 関係の人がどうやってこれから生きていくのかってすごいさ、ドラスティックに今動いてくるからさ、俺もわかんねえんだよな。ああ、そそうっでちすの方ね。がわなんかか、んないな。だってさ、今作ってる人、映像とかさ、すごい映像ができちゃうね。俺、こん中入ってるかな。どうもするんですかね。う、うん。なれたかな。またいじっちゃった。あ、これかな。あ、これだ。これ見える？クリエイターエンシンクリエイトインシングっていうのがあるんですか？知グ。うん。らなかった。これ覚えておいて。マザー、クリエイターエンシング。これね。MAGE ドットスペース。これね、覚えておいて。Mother in the jar with smile。これでね、検索すると、絵描いてくれるの。絵を今描いてるの。Mother in the jar with smile。これ。ジャーの中にマザーが入ってでしょ？これマザーだよ。With smile。え？勝手に作ってくれるんだ。勝手に作って、これね、もう一回やると違う絵が出てくる。すげえ。マザーインザジャー。このマザーはジャーに入ってないけど、なんなボトルに入ジャーに入ってるのなんだろうな、わかんない。これね、何回やっても違う絵が出てくる。これね、AI。同じマザーインザジすャーウごィいズな。スマイル。あ、これそのまま入ってるよね。ジャーにお母さんの笑顔が入ってる。じゃあ、そういうことで今日はこれでいいですかね。